はいどうも、セガポンです。さあ、今日はですね、店長とちょっとね、電車で、はい、走りに来たんですけども、ここで、はい、外でね、なんですけども、こんなところでこのおすすめのサイクルウェアの紹介でございます。うちら2人が着ているのがクラブライドというアメリカの、ブランドですね。サイクルウェアのブランドです。これ一見2人ともこの普通のなんていうんですか、カジュアルな、ね、シャツに見えるんですけども、実はこのサイクルウェア、自転車用としてこの開発されている、ウェアなんですね。で、このいいところはですね、例えば本当に腕を上げてください。ここがメッシュ、ね、脇の下がメッシュで風通しもいい、涼しいですね。でこの生地も結構この乾きやすい生地というか、はいね、あとこう伸び縮みもねしますので、はい、非常に動きやすい、ね、運動しやすいですね。あと例えばこれ僕のシャツのこの下のとこなんかはこれね、メガネのマーク、これメガネのマークなんですけども、サングラスとかメガネが、店長のもね、これそうだそうだ、こうやって拭けるという、なんとよく考えられてるそして、あ、店長ちょっと立ってもらってよろしいでしょうか、うん、はい、ここにいわゆるこの ポケットがついてるわけですね。ほら、なんとこんなパンまでアンパン、補給食までいっぱい入ってしまうみたいな。これ両サイドあるんでしたっけ。いや、こっち側だけ、まあ、片方ね、うん、こういうふうに、でも大きいから、割と大きいんで結構入りますよね。そうなんですよ、うん、はい、そういうね、結構その考えられたサイクルウェアなんで、例えばまあね、自転車始めて何着ていいのかなとか、ちょっとああいう派手派手な、例えばロードの派手派手な、サイクルジャージはちょっとなんか苦手だなっていう人なんかには、このカジュアルなクラブライド、まあいろんな、こういうんじゃなくていろんな種類が、はい、ありますんで、もちろんあのパンツというかズボンの、はい、下の方もあの用意してますんで、気になる方は高山サイクル和光店までモトクロさんごめんなさい、高山サイクル和光店まで、はい、お問い合わせくださいませ。痩せて見えたそれではまた。